フライターグのメッセンジャーバッグフライターグはスイスのチューリッヒにあるメッセンジャーバッグのブランドである。トラックのホロを再利用して作られており、一つ一つ手作りされているため、この世に一つも同じ製品はない。現在カバンや財布、サッカーボールなどを含め40以上ものシリーズを生み出している。創業は1993年。二人の兄弟によって始められた。 今では、約220人の従業員を抱え、チューリッヒの工業地区に巨大な倉庫や工場、事務所を抱えている。なお、日本語では、フライターグと、グを濁らせて発音しているが、実際ドイツ語では、フライタークとなる。ドイツ語のフライタークは、英語のフライデーに当たる言葉だが、フレートタグからもじって、フレータグと発音されることもある。 1993年にマーカス・フライターグとダニエル・フライターグがフライターグを創業。フライターグの製品は再利用されたものが多く使われている。トラックのホロ、シートベルト、自転車のタイヤチューブ、車のエアバッグ等である。使用済みのトラックのホロのためのマーケットというのは存在しないため、使用済みのトラックのホロの入手はかなり大変なようである。 色々ながらのトラックのホロを手に入れるため、フライターグはトラックのホロを探すチームを車内に配置している。現在では40を超えるシリーズを持っている。シリーズはメッセンジャー、ダウンタウン、ワークリラックス、サクセサリーズと4つのグループに分かれている。なおサクセサリーズの MAC スリーブは黄色と白色のみである。それは MAC スリーブに使われているホロが トラックの屋根の部分に使われている丈夫なホロであり、そのホロは大抵黄色と白色だからという。フライターグの製品は世界各国の約450カ所のセレクトショップなどのほか、ベルリン、ダボス、ハンブルク、ケルン、ウィーン、ニューヨーク、チューリヒ、ローザンルなどのフライターグ直営店で購入することができる。直営店は日本では東京、大阪、京都にある。 現在でもフライターグ兄弟がバッグのデザインを行っている。ありがとうございます。